今回は以前紹介した動画、2分イコール90分の足踏みというヒットを紹介しました。この動画をやられた視聴者さんが、2ヶ月半でマイナス2キロ、31日でマイナス4キロ達成しました。おめでとうございます。努力の結果。今回はそれを応用した動画になります。毎日2週間、目安にやってみてください。できるだけ体のサイズや体重、測って鏡で体を写して、2週間後に見てください。今回20秒行ったら40秒休憩。6回やるだけたった3分時間作って痩せようや。足を開いたらその場で少ししゃがんで手を開く。ラジオ体操であったよね。できるよね。早く動いていきましょう。できるだけ早く動いて、手も足も早く動かして。20秒だから頑張れるよ。いけるよ、いけるよ。いっぱい棒を使っていこう。よし、オッケー。1回目がね、一番息がいっぱい上がるからね、2回目以降もね、そんなに息が上がらなくなってくる。心肺能力慣れてくるから、2種目目から少し楽になってくるよ。今度はね、横に足を開いた手を伸ばして下ろせ。1、2、3、4、1、2、3、4。ラジオ体操でやったことあるよね、これ。もしリズム合わなくてもいいからね、見ながらやってね。さあ、準備はいいですか？いきますよ。できるだけ早く。みんな自分のペースでいいし、間違ってもいいよ。とにかくね、体をいっぱい動かしてくれ。オッケー。やったことある運動だからできるよね。今度足開いたらね、手を横にパンパンパン、ひねるひねる、パンパンパン、ひねるひねる。なんか覚えたことあるよね、これ。2回ちっちゃく動かしたら大きく2回、またちっちゃく2回動かしたら大きく2回だよ。よっしゃ、やっていこうね。間違ってもいいよ。とにかく体を大きく動かす、息を上げるのが大事。いくよ。よっしゃ。頑張って。バッチリバッチリ、いいリズムだよ。もう一回始めに戻るよ。これだよ、これ。あともう一回ずつやったら終わりだからね。歩きながらね、呼吸戻していこう。これがね、すごい大事。息いっぱい上げることがね、エネルギーと脂肪を使えるからね。まったりマッサージしてもね、なかなか脂肪減らんけん、こういうのしっかりやっていこう。これ本当に痩せるっけ。2週間マジで毎日やってみたい。さあ、行くよ。2回目。大きく動かして、胸張って、体を上に伸ばす気持ちで、息しっかり上げてね。頑張ってよ、こっち。よっしゃ、OK。呼吸戻していこう。足踏みしながらね、いっぱい息吸って、鼻から吸って、口から吐いて、鼻から吸って口から吐いて。この休憩時間がね、もったいないと思うかもしれんけど、この休憩時間もね、呼吸を戻しながら脂肪が燃えるんよ。だから動くよりね、休憩した方が得ないよ。だからこういう休憩時間をね、取るの。インターバルすごい大事。よっしゃ、次はね、これを2回目にやったやつ。いくよ。よっしゃ。いいよ。大きく動いて。動きはね、速い方がいいよ。タートル結構速い方かもしれないけど、みんなもね、筋肉も使い
げ方とか筋肉についてね、ついてくるからね。 OK、 あと1種目やったら終わり。すごいことだよねこれね。呼吸戻していこう。今日初日だよっていう人はね、これ2日目以降はね、全然ね息上がりにくくなるから、体がね一気に慣れてくるから、これ2週間やったらね、マジでね、こんなに楽だったっけっていうぐらいに変わってくるから、そうなったらもうね、脂肪も減ってきてるし、心肺能力も激上がりしてるから、体力一気についてくるからね。次はね、3回目にやったやついくよ。しっかり体をねこのね、体をすぐ戻すことがね大事だからね。早く動くってことはね、瞬発的な筋肉使ってるからね。 OK、 よっしゃ、あとはクールダウン頑張って。よっしゃ、ただクールダウンだからね、呼吸戻していこう。よっしゃ、動くだけでいいよっていう人はね、もうここで終わってもいいし、やっぱりねクールダウンもしたいなっていう人はね、このままねもう少し続くから頑張ってみよう。足踏みしながらバランス取るだけ。クールダウンで脂肪が燃えてるからすごいよね。今度はね、足をね、高く上げる。2回ずつ。このペースでいいよ。呼吸をね、少し戻しながら。ただね、脂肪が燃え続ける時間が続いているんで、休むよりはね、ちょっと動いた方がいい。OK。呼吸をね、少しずつ戻していく。運動後も脂肪を燃える時間がね、体が熱持ってるから続いてるんで、ここでね、すぐ一気にバタッと休むよりは、ちょっとね、クールダウンをしながら、もう一回ね、体を動かすぐらいの方が、脂肪がね、ずーっと燃えるからね。筋トレしてもね、脂肪が減りにくい。食事減らしても痩せにくい。そういった人はね、こういう運動がね、すごい大事。あと2回これやったら終わり。両方も上げ、足高く上げたらね、反り腰解消とかお腹もへこんでくるからね。手を大きく振って足を長く上げて。 OK、あと1回やったらね、おもり歩いて歩いて、脂肪がね、減らんっていう人はね、もう確実にね、こういうね、瞬発的な運動が足りてない。そこに原因があるから、脂肪をちゃんとね、血中に入れて燃やせる体を作んないとね、痩せませんから、こういうヒットがね、一番効率がいい。短時間で脂肪が燃えるから。あと1回、最後はね、もうクールダウンだからゆっくり呼吸を戻す感じで。やったよーって人はね、コメントに日にちや今の体重、目標、コメントで残してください。